はい、すいません、お待たせいたしました。ちょっとね、いろいろ今日非常に、F1 店内、満員御礼でございます。ありがとうございます。そうですね、こんなにこうちょっとどのゲームもどれも流行ってないゲームがないってレベルで筐体全部埋まっちゃってるんでね、ちょっと、大会若干遅れましたが、ただいまより始めていきたいと思います。よし、大丈夫だね。はい、じゃあ、大会だ出る方こちらまでお願いします。本日のルールは、使用キャラ自由、3試合選出制です。で、使用キャラ自由で、先方のキャラだけ僕に申告してください。で、あとキャラ負けたら負けた側だけキャラ変更 OK です。同じキャラ使っても OK です。なので、かぶせをそのまま OK です。例えば竜ガイルで負けたら、竜ガイルで竜側が負けたら、じゃあ次有利なキャラをガイルにかぶせようとか、それ OK です。全然、まあ、もちろんそれでやってもいいし、お互いメインキャラで3先やってもいいです。その辺はね、ご判断をお任せします。ということで、使用キャラは、おのおのプレイヤーさんの、ね、一人に任せます。とりあえず3試合勝ってくださいというルールになります。よろしくお願いいたします。はい、ではただいまより2018年10月27日土曜日、仙台プレイランド FR スーパーストリートファイターズ X10 月の月齢大会始めていきたいと思います。はい、じゃあ最初の試合、ケモフレ難民対ユッキー。使用キャラ今後で聞きに行きますんで、席に座ってお待ちください。あ、一応座るとこだけ教えてくださいね。はい、じゃあ使用キャラ聞きに行きます。はい、じゃあ、先方聞きましたので、お互い座ってください。はい、では 1P ケモフレ難民ことアンドレさんあ、ダブルマイク行きますか。はい、ベンダさんどうぞ。はい、じゃあ今日実況は始末屋とベンダでございます。よろしくお願いします。初めて OK です。ちなみにこれ我々の試合の時はサイレントになっちゃうんですかね。あー、本当だ1試合目ベンダさんと俺だそういう意味で当たりたくなかったような気がする。確かに、まあ仕方がないです、その時は誰かに喋ってもらいましょうはい、では 1P ですね。ケモフレ難民ことアンドレさん、先行キャラがダイエグ。お、早速回しに行ってますね。そうですね、ハマっちゃいましたこれは あるあるで、ユッキーさんが先行 S ボス。はい、本日のルールは、キャラ、自由3作勝負となります。3試合選手なので、まあ事故ってこんな感じで何もできずにフォークにはめ殺されちゃったって時は、はめ殺されない次のキャラをうまく調整してこうみたいな、そんな感じです。そうですね、ただアンドレさん、ザンビー場合はあんまり見ないんで、このルールちょっと大丈夫かなっていうちょっと不安はありますけれども、まあ、そんな心配をよそに一本取り返してなかなかこれアンドレさん的にはきついキャラが多いかもしれないですね。そうですね、待って、おお、投げ返した。ユッキーさんはバルログとかも使えますからね。そうですよね、ユッキーさん地味にいろいろ使えるんですよ。バルログ使える、フォーク使える、あと何ですかね、結構いろいろバリエーションあるんですよ。そうですね、ホンダもホンダとバルログもいますし、フォークリュウも使えます。リュウも使えます。いやー、バリエーション今日最強まである。もういずれにしてもこれアンドレさんカットがないとなかなかきつくなってしまう。そうですね、あー、しっかり上に来てますね。手削りと一発勝ったのは 2P ユッキー S フォーク。丸つけときますかね。こっちでつければ大丈夫です。はい、さあ
かぶせてもいいルールなんですが、かぶせない男ですね、男ですね。さらにザンギフで挑んでいく。おっ、このキャラで俺は頑張ると。もうこれは3キャラいっちゃう勢いかもしれないですね。そうですね、こうサブキャラの会話多分ないでしょ。ないですね。ここパンツの色が変わるぐらいじゃないですか。そうですね、パンツの色変わるぐらいです、ね、最後黄色になるかもしれないですね。最後黄色になって決まってしまう。ひどく今もありますよ。さあ、回しが入って、あと1回も、おお、回し返す。1回転の速度が速い方がいいですね。リバーサルじゃないけれどもしっかり。あ、ファイナルラウンドではなかったと思います。一本選手が、アンドリー・ザンゲフ、はい、おお、どうだ、はい、こかし、こっからちょっと遠かったですね。あ、しっかり対抗落とす。あ、3発当たって、これはそうですよね。着地1回転、3連発はきつかった。さあ、ファイナル1本返したいのはワンツーアンドレザキ、はい、お、ダブラリちょっと遠い。さあ、こっから、あ、早かった、早かった。昇竜、こっからまだ死なないか、しかし、もうミス。ありますよ、ありますよ、全然ありますよ。あるけれども、端に追い詰められてきつい。ある、抜けた、はい、こかす、あと一発ですよ。おー、ちゃんとチャンスは逃さないあたりがさすがですね。そうですね、残技使いワンチャン掴んだら話しませんからね。これで1-1ですからね。おっと、ここでキャラにバリエーションの定評のあるユッキーさんがやっぱりバレーブ、ね、予想通りですね、これ。そうですね、さあ、このルール、ユッキーさん実はすごい強い。結構後じゃなければこっちでもいいよと、後試合見たりするんですけれども、結構アンドレさんもこのバルドグに勝ったりとかしてるんですよ。そうなんですか。さあ、ちょっとこれはわからない。ちゃんと氷の処理をすれば、はいはいはい、これこの距離はきついですよね。そうですね、この距離は。あ、でもちゃんと当てた。さあ、逃がさない、逃がさない、分かってる、分かってません。結構やってますね、そしてこの2人多分、はい、なんか分かりました今。これでバルドグ倒すと向こうの精神ダメージ大きいですね。そうですね、あー、アントミス。さあ、しっかり3回当てていく。おっと、3回ボールだと思います。相打ち、おー、うまい、ピンチ、待って、あー、おー、やりすぎた、やりすぎた。まあまあ、まだまだいける、まだありますね。めくりガード、お、このパンチがうまい、分かってる。さあ、どうだ、さあ、手が当たらず、おー、知ってる。この2人やり込んでますね。やってるんですよ。さあ、そう、なんと2連勝、アンドルさんがリーチ。さあ、3先の代わりにシングルイリミネーションまで負けちゃったら終わりです。はい、そしてユッキーさんがホンダ、やっぱりホンダですね。さあ、ホンダもきついですね。ホンダもそうですね。なんかこのホンダはベンダさんっていうのあのリスペクトってよく聞くんですが、リスペクト、リスペクトしないでしょ。僕はなんかそう聞きますよ。ベンダさんにリスペクト、いやいやいや、リスペクトされることなんて何も。あー、しかし、あと一発、逃がさない。いやー、なんか精度上がってますね。そうですね、これはリーチをかけたのはワンピー、セモフレ難民ザンゲーク。さあ、相打ち、セモフレ難民と、実はアンドレさんがセモフレ大好きだったとエントリーゲームでバラしてしまった。もうアンドレとしか言ってないですけどね、我々。そうですね。セモフレ第2期の絵が若干ちょっとあのバレたところで、なんか絶望しかないのこれという、なんか司令と出ちゃったらしいですね。そうなんですか。はい、これちょっと期待できなさそうというそんな感じです。さあ、あー、まあ辛い、もともと、いや、もともとこういう辛い、そうなんですよ、ダンビは辛いんですよ。さあ、これでキャラサービスに成功して、どすごい、この遠くからの張り手ね、反響回数は乏しい。ザンゲフ、さあ、きつい、張り手の分析、代わり番号。さあ、ずっち入って、これはカードをできない、触ってしまうのワンチャンもあるんですか。早かった。今は多分終わり際、はい、着地スクリューだと思うんですよね。そしたら、あの着列が先っ端だったっていう、まあ、もしくはちょっと判定残ってたみたいな感じですね。さあ、これで 2-2
はい、ここでアントレさんが俺竜使ったらすごい笑いますけど、まあさすがにですね、パンツの色も決まらなかった。さあパンツの色も変わらない、海鮮力のような海パンのような色のザンギが海パン、しかし海パンもきつい、海パンもきつい、今のところなかなか手も出ない、きついですねこれ、遅らせずつき、まあ、逆リーチをかけたユッキーホンダ、はい、力からの逆リーチ出しっぱ、あれ出しっぱなの地味にポイント高いですよ、そうですね、あそこに3人が大パンとかを当てられればまた変わってくるんですけどね、相打ち、今の相打ちなのか、あー厳しそう、今ダブラリが入ったような気もするけど厳しかったですかね、あ2回、あでも今一発目当たってましたからね、勝ったのは雪本だ、いやいい勝負だった、はい、あじゃあちょっと待って、さて次が幼児ホンダ、あ、ホンダとはまだ決まってないか、まあ、ホンダ使うんでしょうけどね、幼児さんとゴリカゲさんですね、ゴリカゲさんはかなり大会久しぶりなような気がしますね、今日はあの誘ったら心よくあの OK ですと、はい、本当ありがたいです、いいですね、バーチャもやってますし、ちょっとゆっくり決めます、ゆっくり決めてください、すいません、幼児さんとゴリカゲか、ゴリカゲさんだか、さあ 1P がゴリカゲさんで 2P がリョウジさんですかね、キャラが決まってゴリカゲさんはリュウ、リョウジさんは何で行くんだろうか、いつものエッソンガなのか、あるいはこの方シロリュウも使いますからね、シロリュウもあるのか、お、エッソンガ来ました、いきなりメインキャラですね、キャラ申告はもう済んでます、大丈夫です、はい、この組み合わせは、まあ、リュウつらいですね、飛び道具がどう処理するか、あーでもはこうなると分かった、まあどんどん前に出る、厚かましく投げる、まあこれはリバサー出ねえだろうと、いやー多動の手に当てる、さあ1本取ったのはジェティー両リュウだ、まあ勝利ちゃんと引いていた、カードを引っかかる、あちょっと鳥かご状態だな、あれがすごいですよね、普通にジャッカドンと強波動も交互に打たれてるだけですが、はい、しかし落としていく、さあめくってこっから投げようとしたのかな、まあ、エッソンカはあれですね、大いちょうがないんで、はい、あの割とあの何回もこの大いちょうでループするっていうことはできないんですけれども、ね、まあその代わりはい、何が強いんでしたっけ、エッソンダは、まあ、コパンからキャンセルで、はいはい、突進しない灼熱が出るので、なるほど、灼熱出したり止めたりで、はいはいはい、やりたい放題ですね、失礼いたします、さあ3本目、なんか大ケーダか何だかの判定おかしいって聞いたんですよ、ジャンプ台というか何かの判定がすごい強いジャンプ台で横に長いんですね、あーなるほど、さあここから逃げる、もうゼロオット、やめてあのあーこっちは投げて、さあ後ろに投げましたよ、さあズッキー、今さじゃないけど、すいません、トーナメント票が倒れました、申し訳ありません、失礼しました、じゃあ両おじさんこれで、両おじさんが1本選手、あとはゴリカゲさんはキャラ自由に選んでいいです、かぶせていいルールなんで、かぶせていいルールです、まあ、この方はサガットが一番メインキャラだと思いますけど、そうですね、サガットをどこで通るではない、かぶせ、まずはどっかにサガットが来ると悪いっすので、3人目かな、はい、DJ、 DJ、 この方の DJ 見ないですね、そうですね、レアですがあると、さあちゃんと待ってる、待っておいて、まあ、DJ もかなり横押しは強いんですが、羽が完成したいときに上を取られた瞬間のおつっぷりがやばい、ですね、いやこれですね、エスゴンダ、はい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 、炸裂やめて投げて、はしっかり見ている、はい、スラ体勢ちょっと遅かったか、さあちょっと DJ 困ってる感じがする、しゃがみ台ピーター、さあもうガーマンガードできない、これは割り込める、しかし3発目と4発目が入っていた、ちょっと遠かったですね、ですね、
5着だと4発で半角なしですけども、はい、上コース少し濃い本当に横で押していく。さあ今のところコーナーとめくられてここはガードで密封したが、ズッキが追いかけてきた。今の DJ ショーパンだったらこれ勝てたんじゃないですかね。怪しいラインですね。でもさあ涼二さんが2連勝、ホンダで玉持ちに2連勝して、さあやはり来た3匹目は魂のキャラハガット。あ、青い方だ。 S ですね、 S です。勝ちましたか。負けたくない、負けたくない意志の表れ。 F1 の大会を盛り上げるんだと。さあ3番ではさせねえよと違う今日の盛り上げ。さあしかししかし、あーっと、あー今のところやりたい放題、やばい。ズッキ、おっ届かない。あー、上タイガー、こっからだったら盛り上がりますよ。森影さん、あるかもしれないよ。あーでも、赤パン出ない。さあ、しかし、あー、スカッタった。画面の中は52号、ホンダがダメージを取っている。おー、そっちがエスタが、さあ、高速差がここ X と違うところです。おっ、投げる、うまいです、今のは。さあ、さあ、あとエスタが変なことしなければ負けないよ。さあ、バカーン、これが強い、好きな好きな。さあ、かけっぷちのゴリかけ、負けたらバーチャーに行ってしまうのか、そのまま仕方ない。まだ見たい、個人的にはゴリかけ見たい。投げる、腕見ないからこれはきつい。こうなると辛いですね。気が少ないからな、これ止めないし、こうなっちゃうんだよな。さあ、ズピッ、うまく当てていく、あるのか。3立てはさせねえぞと。うわ、今絶対これアパカのミス、アパカのミスか。結果オーライ、笑っている。ミスですね、あのリアクションミスです。あのリアクションはミスです。まあ結果オーライということで、ゴリカゲさんが1本取り返す。さあ首の皮1枚つないで、ここからまたあと2本、同じエソンだ。さあ涼二さんはキャラ変えて、涼二さんもキャラ変えていいなっていいですよね。ここまで来たらやっぱりメインキャラで行くんですかね。そうですね、しかしそのメインキャラがやっぱ精度が高い。おっと、さあ上を通して再び両次エスコンダがリーチ、再び崖っぷちに追い込まれた。折り下げサラット、さあ赤が落ちない場合ですね。あお、ズッキやっぱ今のところ鈴木はガードしている。あー、この飛ぶか飛ばないかの読み合い。さあ鈴木入って、これで削って、うわー、危ない。こうなるときつい。ゴリカゲ、上を見ていた。あー、ゴリカゲがここで力尽きた。ありがとうゴリカゲ、バーチャーに戻ってしまうのか。ありがとうゴリカゲ、お前の姿を忘れない。ありがとうございます。ということで、3対1で涼二さんの勝利で、我々なんですけれども、誰かバイクできる人、おい畑あ、虫さん、バイク、虫さん、はい、虫さん、何喋ってもいいです。あんまりあのエロいのとか、ダメよ。わかる、インコとかダメで、大丈夫、絶対ダメで。動画上げられなくなっちゃうから、みんなが、ね、大変な目に遭うんでね、あまり変なこと言わないでください。はい、じゃあよろしくお願いします。
心を折りに行くプレー。さあ始まりました聖戦。これに関してはノーコメントです。
ません、ゆっくりゆっくり決めましょう、ゆっくりゆっくりゆっくりって言ったじゃん、ちょっと待ってちょっと待って、さあ待てない男虫、もうスタンバッテリーだ。そして一回消される。さあ虫さんが 2P 側で、ミノム君が 1P 側ですね。今スタンバってます。はい、じゃあ先方聞きに行きます、お待ちください。いきなりメインです、両者竜と、さあキャミカメインですね。キャミカです、キャミカです、虫がガイル、ガイルメインです、2人ともメインです。いきなりこの地に来た。そうです。さあ見てみましょう。ただ虫さん結構汚いんで被せる可能性ありますから、ね、なるほど。ただキャミーは基本的には厳しいですよね、リュウもガイルも飛び乗るか。うわーうまいですね、あれ。あ、しっかり落とす。飛び乗るが持ってるキャラ近づくだけでまず課題ですからね。たまたまないから。さあまあしっかり上行ってる。手振りから見てる、ちゃんと見ている。あれガイルの中足、あの打ったところにあの被せる形なんですよね。まあ、サムが間に合っちゃうとあんな感じで撃墜されてしまうと。なるほど。中継打って牽制してるときに下に意識向いてるとき、あれ結構サムが出しにくいもんなんですよ本来は。まあ、しっかり出しているあたりは、まあ、やっぱり見てますね上は。そうなると返し方知ってますね。さあこれは辛い。高踏み、さあじゃあ台形見逃さない。これはもうミスターがなかなか。これでまず1本取ったのは 2P 虫がいる。さあミノム君がキャラ変えるかですね。結構ミノム君がそこそこいろいろ使えるんで。そうですね。まあ何にするか。ただキャミです。さあ今日はメインキャラと共に行く人多いですね。自分のキャラを信じて行く人が。そう。本先にこのルールって確か初だったはずなんですけど。初めてですよ。はい。なんですけど結構あのこのルール F1 でやると結構メインでみんなやる感じが多いです。まあこのゲーセンそんなにこう3キャラ満遍なく使える人は多くないですからね。確かにそうです。ですね、ラリーさんとかあの辺はかなりほぼ全キャラ使えるレベルで、さあ1本取っていった。ラリーさんがすごいキャラに関してはすごく使えるんですけれども、今日はいないですかね、来たんか。今まで割と回転数近かったんでちょっと今日来なかったのはあれです。まあ1年に1回あるかないかぐらいですね。ラリオさん今日いないっていうのは。そしてタイプ、あーこれはダメです。で1年に4回ぐらい出ればまあいい方っていう、今日あの虫さんが来てくれてるっていう。確かに結構レアです、虫ガイル。まあ遅刻しつつもギリギリ、まあ、仕方ないですね。仕事的にちょっと終わる時間がどうしてもそれめくって、おお確かに。ミノム君1本取ってるんでここは取りたいですね。さあ悪くはない流れだが、ちゃんと飛び割り、あージャンプ通りの対応に来る。垂直の処理がされているときついな。どこで飛ぶかによりますね中継と。いやー抜かりがない。まあガエルがジャクソニック打って歩くだろうというところで垂直やっちゃうと、これはもうガイルの読み通りになっちゃうわけですかね。さあやはりミノム君自分のキャラとともに信じて、自分のキャラを信じていく。ああしかしフーリガンの返し方もバリエーション回にしっかり対応してきます。バリエーションというか距離に応じてあの最適解の技を打ってると思うんですけれども。そうですね、それやられるとやっぱりこう単調に打ってるだけでは通じない。連携が単純だからやっぱ一つ良い技を軸にしていく。ガイル そのソニックブームを横軸であの圧迫していくっていうのがやっぱこの組み合わせは辛いですね、はい、辛いです。さあこれでリーチかな。
お、これは良かったか。しかし一回これで終わっちゃった。あそこ読み合いでしたね。投げに行くか、おお、そばでを勝利で軽かで割と2択だったんですけど、さあ、もう完全に離されちゃって、またさっきまでの試合と同じような流れになってしまう。やっぱりこれ垂直、逆スワニック、垂直が読まれてる。そういうことで勝ったのは女子がいる。さあ次2回戦ですかね。ユッキーさんとリョウジさんか。ちょっと待ってください、ゆっくり行きましょう。さあユッキーさんとリョウジさんということで、これはこの大会でよく見る組み合わせですね。お互いホンダを使うということで、また相撲対決がどっかで見られるような気がしてならない。まあユッキーさんはいろんなキャラ使う方なので、ホンダ以外のキャラをどこでぶつけてくるかっていうところがこの試合の見どころかもしれないですね。じゃんけんはまだですか。りょうじさんが1、りょうじさんが1で、じゃありょうじさんが1、はい、じゃあ申告タイム、先行聞きに行きます。はい、じゃあ決まりました。お互い座ってください。さあ申告が終わって、源田さんの大好きな組み合わせです。いきなりこれ来ましたかね。そうです、いきなり。まあ、両さんはホンダですよね。で、さあ、仙台場所、いきなり来たか、これ仙台場所です。おしまいないな。あの、吉さんが苦い顔して笑ってんのいいですね。苦笑いして、また始まったよっていう顔してる。あの、仙台の大会、絶対これあるんで、どっかで。ホンダ使い3人いますからね、仙台、仕方がないんですよ。8分の3ですからね。そうですね。まあ、1回戦でばらけただけ良かったですよ。そうですね、どちらかというと。あの、ひどいと固まりますからね、いつだかそんな時ありましたね。ありましたね。右左ブロックあって、右の方だけがホンダだけみたいな。さあ、1個取ってきたのは 2P、ユッキーホンダ。さあ、この対戦自体は、実際はそんなにこう、面白いとは言われてない対戦ですけれどもね。先にリードした方がかなり有利になる組み合わせ。こんな感じでリードしちゃうと、もう待ってるだけでいいんだが、殺しに行ったユッキーホンダ。1本取ったな、 2P ユッキーホンダ。これちなみに、あの、ベンダさん、はい、X と X のキャラ差っていうのはあるんですか。あの、X の方がやっぱり追い長があるので。あ、はい、おお、なんだと。さあ、これはかぶせなのかな。かぶせましたね、ここ。こんなホンダだったら解説しようと思ったが、ホンダじゃないのでまさかのかぶせ。まあ、負けたくないですからね、誰でも。まあ、でもこの方は白龍も使いますからね。そうですね。ただ、もう割り込み、リバサじゃないけれども、あー、蹴りの角度が甘かった。しかしリバサ、あ、なんだ今、何を出そうとした。昇龍かな。昇龍ですかね。ただ、キンタイパーに見えましたね。出てなかった、バレたかな、怪しないんで。さあ、波動で打ち返して、こっからペース掴みたいところ。で、ね、あー、でも掴む、掴んで続けられるという、ちょっと嫌な流れになってきたよ、両人さん的には。しかし割り込みの昇龍入る。まあ、一回追い返して、またドアイシェン、ダッシュが使って続き食らうという、さっきと同じ流れ。さあ、割り込めない。あー、割り込めない。なあ、おいちょ、終わってなかった。まだ終わってない。しかし大頭突き、今終わったと思ってたが、多分これ。おじぶ2段目昇龍で割り込めるんですけど、ちょっと多分出なかったんでしょうね、あれ。さあ、ペース早いな。3人目両ホンダ、また S ホンダに戻って相撲対決戻る。この対決ですけれども、X の方がまあ追い長があるので、そうですね、密着した時のリターンが、そうですね、密着した時のリターンが大きいですね。あとは鬼武装があるので、起き上がりに張り手をかぶせてくるような輩であれば、鬼武装がフリートするんですね、これ。なるほど。ベンダさんの重ねてくるような輩であればって、あの、本当に、はい、あの、日本語の使い方が僕大好きよ。重ねてくる。そうですね、あの、普通、あの、重ねてくる人であればっていうなるんですけど、輩っていうのがやっぱ日本に、輩日本っぽいです。日本の戦いですからね。そうですね。さあ、リーチになったのは 2P ユキホンダ。さあ、ここで100列を重ねてきて、リバサ失敗かな。さあ、体力リードはユキホンダ。ああ、これ当たる。早かった。これです、これ割り込みできるんですよ。素晴らしい。しかしあるぞ、なかった。リバーサル表示で返せば、ユッキーさんもリバーサル表示で返していく。どっちもリバーサル
精度が高い両者でしたが最終的にはユッキーホンダが勝利、はい、決勝ですかね、はい、ユッキーさんがとりあえず、片枠は決勝です、はい、じゃあユッキーさんが、まず決勝に来まして、次が虫さんと、島津屋さんですね。さあ、さっきまで解説できていた2人ですけれども、2人が試合ということで、私単独の実況になりますかね、メンダーです。そして 1P が島津屋さん、 2P が虫さんと、もう開幕のキャラ決まってるみたいですね。さあ、この2人は熱い組み合わせですね。よくこのゲーセンでガチっています。 1P は島津屋龍、いつもの龍ですね。そして虫さんもいつものガエルと、 F1 でよく見る組み合わせ。さあ、始まった。裏剣入る距離。さあ、お互いハジハジで飛び道具で牽制し合っているけれども、裏剣が入って、今のところは虫ガエルがリードしている。さあ、飛び道具をちゃんと食らわないように処理している虫ガエル。ここはガードで食らわない。ギリギリ前に出ていく島津屋龍。さあ、真空溜まった。ここで一発当てられるかですかね。時間も少しずつ少なくなってきて、ここでちゃんと当てる。一気に逆転。さあ、ここから上を見ていた。あとは無理をしなくても島津屋龍タイムオーバーいける時間になってきたかな。しかしタイムオーバーは許しませんということで、虫前に出る。これはもうでも時間がない。1本目は島津屋龍、なかなか面白い試合でしたね。さて、2本目、今度は虫がいる。さあ、前に出る。ちゃんとサマーでタスガキを切る。相打ち OK ですかね。おっと、さあ、おサマーを踏まない。虫ガエルが島津屋龍を追い詰め、投げる。まだ真空溜まってないから止めないとなかなかきつい。しかしもう体力がない。あー、これ相打ち OK のリフトアッパーですかね。2本目は虫ガエルが取り返す。さあ、3本目、若干ソニックの出が遅かった。さあ、ここでいつもの打ち合い、竜巻が当たる。さあ、ちゃんとサマー読んでたんだけれども使っちゃったかな。今のところ島津屋龍が体力的にはリードしているが、裏剣当ててあまり差はない。真空はガードに使う。さあ、なお真空をもう一発ぐらい溜めたいところ。島津屋龍どん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 虫ガエルが前に出て追い詰める。ここは相打ち、お互いあと一発。あー、うわ、飛んでしまった。1本目は虫ガエル。はい、2本目ですね。同じく竜ですね。ここまで来たら島津屋さんも3キャラ竜で使い切るところですよね。ガエルがトリック打ちながら前に出る。飛び道具は食らいませんよと、あ、行ってから食らっちゃった。ちょっと使ったが、これは、あ、処理できてない。怪しい、若干怪しい。若干食らってるぞ。食らった。チップフルヒット。怪しいスカル。ここはおお、クライナメガエルできなかったですね。逆に投げた。1本目は島津屋龍、そして2本目は竜巻当たって大ゴスは当たる。さあ、ここはガード、裏剣当たる。おお、サマ出ない。
おお、バイケー当たり。前に出て真空が怖いところだが、ここでアントビンで投げ返す。そう、お互い取ったり取られたりですね。シーソーゲーム。左足でこかして、これ最大行動。カスあたりの昇竜が立って、ここから投げに行って追いつける。おっと、受け身なし。竜巻がヒット、チンケたまった。さあ、どこで使うかと思ったらすぐ使って、しかも全部当たった。今日はシンクの当てどころがいいですね。ということで、これ、2試合目は始末屋さんが取り返して 1-1 ですね。さて、虫さんは何のキャラ使うかと思ったら再びガイル。もうこの流れだと遊びに行かない感じですね。3-on-3 の大会ですけれども、割と皆さんガチで行ってますね。足が長い。で、切ってサマーをちゃんと切る。投げ返して、これも受け身はなくて何か飛び道具食らう。さあ、ここはちゃんと処理した。本当は真空ないときついね。アリュー、こう球が若干遅くて、ちゃんとここがアントになっていたか。ガードで削り殺される体力であった。1本目は虫ガエル。さあ、波動は遅い。食らった。もう体力半分。どうした、相打ちでも返すが、ここは投げに行くでしょうね。ここはちゃんと竜巻を処理する。そしてリバサーで切る。投げる。松田龍が、お、ジャンプ台 P から繋がってないけれども台足入った。本当のシーソーゲームですね、これ。お互い1-1 で、3ラウンド目、ちゃんと竜巻で返している。あ、しばらい味に追い詰めると、なかなかガエルもきつい。先に球を打った方が有利ですね。今のところ球の速さは始末屋ペース。一発食らってしまったが、まだこれ始末屋ペースですね。そう、なんか元は球がガエルペースになってきた。対空に真空が使って、さあ、また球の打ち合いだか。ここは打ち OK なファイアーハードですよね。時間がなくなってきたよ。ちゃんと見ていた。これは逆にきついんじゃない。間に合わない。虫ガエルが逃げ切る。というわけで2本目は虫ガエルですね。これで後がなくなった始末屋さんですけれども、3キャラ目はどうするんだろうか。まあ、やっぱここは遊びに行かない感じですかね。この試合はお互い一本ずつ取ってが続いているので、なかなか長い試合です。ああ、これは裏剣入らない。さあ、はじはじで読み合いになっているが、もうなぜか2段入って一気に端に追い込まれる。もう台足疲れてるけども大人目はなし。さあ、サマーはちゃんと見ていた。真空でガードに使う。これは、あっ、怪しい。怪しかったが、とりあえず始末屋龍が勝つ。2本目、竜巻、ちゃんと返した。これは返される。そう、蹴りが冴えている。あ、打ち OK のリスポアッパー。プッシュペースだ。固まっちゃったところはきちんと歩き投げですね。さあ、またしてもラウンド3までもつれ込んだ。お、
を食らってしまうが、このぐらい僅差の戦いになると一発飛び道具を食らうのでもかなりきついところがありますね。とりあえずは内奥手で追い返す。ちゃんとガードした。これは大きい。おっと前歩きで足払いを当てようとしたのかな。真空たまったけれども、あー今のはというわけで虫さんが3本ですかね。3-1で虫さんの勝利。さあもう待てない人たち、早くもじゃんけんで席を決めてしまう。始末屋さんはまだ準備ができていない。私この間喋ってますからね。配置は 2P がまたしても虫ということで、 1P がユッキーさんですね。さあこの対戦も F1 で、よく見る組み合わせですが、ああそうだ、ちょっと待って、先方聞きに行かないといけないのでちょっと待ってください。先方聞いておきましょうかね。さあ虫さんは何で来るのかな。ガイルか竜か、いずれもあり得るところ。ユッキーさんは聞いてない。はい、決まりました。俺面白いな。お互い使うキャラ読み合ってんですけど、これ虫の勝ちです剣なんですよバルログ読みの剣らしいですなるほど、はい、これは予想しない読み当たりです。ただまああとこれでバルログ倒せるかどうかっていうところが割と課題です。面白いですね、はい、まあちょっと本田はなかなか虫さん相手にはきついところがあるので、そうです、バルログは予想してたところですけどね。ただ触られると、辛いですよね、はい、でバルログのなんでしたっけ、バルセロナ、あれ大勝利でこれで終わっちゃうんですよね。これ出ないですよね、はい、でそこからサビ取りの中継投げでループしちゃうと、まあ、バルログも嫌だと。膝がある。あー何もできない感じかな、これは。おー、でも爪がないのであまりダメージがない。しっかりアッパー、上をしっかり近代パンで落としてるって、あれがポイント高いですね。大きいですね。さあ開幕ちょっと欲張りましたね。虫さん、さあ中勝利。おお、さあ勝つあたり、これですよ。くお互い恨んでてよく出しますよね。しかし膝でサギ飛びから、おお今スカッタ。さあ2発空いて、こっからさあこうなると剣はつらい。見えなかった。あれ見えないんですよね。さあかぶせた方が負けるのか、それともかぶせられた方がやはり負けるのか。やっぱり膝、端だから何飛びはいけない。いけない側に昇竜で返す。さあありますよ。しかしあこれはダメか。ワンチャン取った虫が勝利、はい、投げに行くとにおわして遅らせ昇竜で2回取ったのがかなり大きいですね。そうですね、パスあたりでも全然 OK ですからね。そうなんですよね。さあ、まあ、2本目もバルログ。いや俺のバルログこんなもんじゃないと。勝ちに来た、はい、こんなわけはないのかな。俺と魂感じます。もう背中の T シャツも速いって書いてますからね。速いっぽいですからね。さすがバルログですから。しかしこの剣の大昇竜があるので、うかつなバルセロナはできない。あーマジで飛んで、さあ悪くはない流れだ。ユッキーさあバルログかなりいい展開です。大パンも、あーこうなると強い。これはしょうがないですね。さんのメインが正直僕ホンダなのかバルログなのかってちょっと怪しいぐらいなんですよ。まあどっちもって感じですかね。そうですね。ただ多分今バルログに行かれたら多分バルログメインじゃないかと。割と展開的にだからやはり天大陣がメインキャラを使って勝負するっていう流れが。そうですね。あーちょっとつらい。ただ1本取ってるのはバルログなので、おっさあ詰め回収。大昇竜見てから落としていく。これは見てから OK ですね。これは本当見てから OK なんですよね。さあ、あるぞ。おっと波一回通して終わりの流れ。しかし大昇竜からの、おーすごい、おつりはなかったか。なかった。これ大昇竜からの、あー、たつき裏当たり、あー、これは見えない。最後は見えない。
やっぱりあれですね、うかつなバルセロナは大勝利で返されるので、そうですね、いや、厳しいですね。竜とかだったら手前落ちと、はいはい、手の先端で選べるんですけど、ね、あれ関係なくなっちゃうんですよね、剣だと。剣はもう空中の高いところで当たっちゃいますからね。そうなんですよね。あー、もう体力少ないな。さあ、これで殺しに行くのは間違いない。 あと2発ない。うわー、出た。目元が当たった。あった、あるか、あるか、あるのか。あっ、うわー、まだこれ。あー、竜巻。何度も見たこの光景。さあ、あったんですけどね。今のところ虫さんの戦略勝ちですね、剣。さあ、この剣に対してどう抗っていくか。おお、魂かしまし。や、俺たちにキャラ自由3先なんて関係ないって。本田使いとしてはこれ本田で勝つところを見てみたかったんですけどね。なるほど、でも本田も辛いですからね。さあ、はい、打ち OK、 打ち OK。 これはあ、そうそう、やしかし、ほんとめくりになってる。で、投げ警戒の投げに行くと、たちまちだったので、おお、フェイント。大勝利よりも早いですから、ね、大勝利一旦一瞬見ないといけないんですけど、一瞬見たところに入りましたね。あれはダメですね、はい、大勝利、はい、あお、しゃがみアッパー、渋い。ご覧ますね、振り向いて出せる。振り向きやられちゃうと確かにな。あ、これは大勝利じゃない。これは勝ち負けから。あー、手出し勝負。割り込む。あとがなくなった。これで虫がリーチ。終わってしまうのか。これはちょっと刺激が見たい。見たいけれど。虫。あー、ミスった。はい、ちゃんと見ていた。こうなる。これはバレてるよ。飛びが早い。一瞬お互い昇竜の、うん、バレてた。飲み合いからの、うわー、ですよね。これはダメ。これは辛かった。ストレート勝ちで、はい、ということで本日の 3キャラ使用キャラ自由かぶせありルール大会優勝は虫さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ラウンド1ファイト。いやー、ちゃんとしっかり、要所要所の処理がうまいですね、やっぱ虫さんは。近代版で返すあたりとか、渋い。はい、ということで、本日の X10 月の、スーパートリカ大会ファイター2、10月の X 大会終了でございます。今日は人数に反して対戦台が2台しか入れられないという非常事態になっておりますが、なんとかね、こちら閉店までできれば遊んでってください、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、大会の方はこちらで終了となります。この後のじ合いですね、今やってたところのじ合いで垂れ流しに なりますんでよろしくお願いします。
Round
Ah!
Oh!
Round 2, fight!
Fight!